七上源氏役の山口翔吾です。不動十四郎役の源です。白波光一役の黒田光一です。俳優として、これは前にどっかに行ったかもしれないですけど、やっぱり1年間っていう長い間の撮影期間だったんで、その長い期間を一つの役をずっと演じれるっていうことは他の作品ではなかなかできないので、まずそれができたことと、経験ができたことと、あとは魅力的なキャストもそうですし、すごく魅力的な本でしたし、単純に僕はこの作品はすごく面白いと思うし、すごく単純にファンというか好きな作品なんで、それに芸術的な作品に参加できたっていうのは何これ喋ってよ。いやいや、ものすごい真剣に聞いちゃったよ。なんか聞いちゃった。すごく光栄になります。そうですね、やっぱり1年ね、携わったっていうのはねっていうか何よりも初めてだったでしょ、今回が映像が。あ、そっか。そう。え？そう、映像初なのよ。ドラマも映画も。そうそうそう。映画はないけどね、うん、ドラマね、うん、っていうところでやっぱりすごい不安はあったけど、うん、やっぱね、山ちゃんないしね、うん、誰じゃないしね、打ち上げてるけど、うん、すごい助けられた。こんなことはこれは、うん、まあ、うん、もちろん現場の人たちもあるけど、うん、やっぱり常にいたっていうこの3人の中で、これは本当にすごい助けられた。すごいいいこと言ってるのが待ってるからね、なんか。結構ね。まあ、いやでも楽しかった。ね、楽しかった、うん、1年間あっちゅう間、あれがね、楽しくなってたのがあれがそうだ、ね、そう、だから何が良かったかって、俺もその連ドラをこういう風にバチッとした役でやるのは初だったんだけど、あんな楽しいもんと思わなかったね。あんだけ現場が楽しかったら、それはなんかいいもんができ、いいもんっていうか楽しいもんができるっていうのが分かった。うん、きっと他でもああいう風にはいかないと。わかんない、他を見たことないかわかんないけど、でもあれ楽しかったね。スペシャルだと思う。やっぱこの二人が飛ぶ話、例えば、ああ、ね、19話だ、小松さんが蘇る時だったりとか、宇宙に行く話だったりとか、あとは初めての空中決戦だったりとか、あの辺いいよね。飛ぶ話になると結構熱いよ、ね、飛ぶ話いいんだけど、うん、飛んでないんだ。飛んでないんだよね。飛べないよ。飛べないだけど、単純にあの話はすごいいいと思った。でも、野間組、うん、宇宙に行く話、はい、あれはもう不動産の予算もすごくて、ね、下でさえ、その幹部をその戦いながらっていう。でもね、やっぱね、飛びたかったよ。飛びたかった。飛びたかった。飛べないヒーローとしては、飛べないヒーローとしてはね。いやでも、その飛べないんだけど、それになんか俺は飛べないみたいなことを言わずに、俺は俺だみたいな。そうね、耐える男だ。かっこいいんですよ。確かに。ずるいんだよ、結局みんなずるいんだ。逆に飛べない方が良かったよね。そうだね。あ、逆に、ね、逆に、あ、逆に、逆に。必殺技か。必殺技はね、一個自分で作ったやつがあって、あれもね、白波大いに笑うの回で、その変身した後に残留陣をブーンって一周して演武かな、うん、っていう必殺技があるんだけども、それは自分で発明したのですごい好きだね。なんか技とか作ったことある？ないでしょ。技？そう、
技っていっぱい鍵持ってるもんね。あのでもね、僕の場合は倍宝トミーだから。そうなの？結局もう宝トミーがもうこれで。びっくりした。だってさ、第2話からもうすでになんかファイヤーモードとかになってるでしょ。そうそうそう。と思ったもん。やっぱそれはね、もう俺のスケールのスケールはないんですよ。すげえ技持ってんなと思って。これがネーミングするところいいよね、いろいろバリエーションあるもんね。あるあるある。これ打つことしかないからね。それが1万倍になったりとか、ああその倍になったり、その強力になっただけ。元のがあって。そう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 。ああそう。でもやっぱ、なんだろう。リュウガンを、ね、素手で戦ったりとかもする。ああ、そうだよね。素手で戦ったりとか。自分の手を汚さずね。オリンピック選手だったんでしょ。そうそうそう。そうそうそう。この間聞いてびっくりした。そう。金メダリストだね。そう、そう裏設定があるんですよ。これメダリストだ。そう。射撃のオリンピック選手。でもやっぱりそれを言ったらドクターホーム。いやー本当。アンダさんでしょ。人は人前全部持ってくよね。全部持ってくよね。あの人の、うん、これはこういうことを言っていいのかわからないけど、うん、あのスタジオであのドクターウォームの衣装を着てない、その下体だけの、うん、全身タイツだけのあの人一度あの見ていただきたい、うん、すごいちっちゃいな。ちっちゃいんだ。うん、あのすごいあの可愛らしいね、うん、すごく素敵な人なんですけど、ない時はそのスタジオの隅っこでパイプ椅子のちょこんとこに、うん、申し訳なさそうに座ってるわけよ。あれがね、画面に出たらあの迫力なのに。そう、もうあれもう本当プロだよね。すごい迫力だもんね。ドクターウォームはね、みんな大好き。大好きだね。なるほど。いちゃい割とね、満足してた。えちょっと。いや、今全然使っちゃダメだよ。使ってるんだけど、やっぱりもちろんそのケンジの彼のその過去とかっていうのをあえてそこまで見せなかったのが良かった面っていうのもきっとあるんだろうけど、俺はちょっともうちょっとその見たかったっていうのは、どんな風に育ってきて、なぜ化け物町を選んでやってきて、でその九州出身っていうのもあったんだけど、その海さんとの場合だったりとか、なんかそこ辺をねもうちょっと知りたかったなっていうのはある。あるかも、あるかも、あるかも。僕はやっぱ映画でしょ。どんな話にしたい？映画どんな話、うん、いや、ね、やっぱもっとそのまあね、うん、あの白波くんはあれ背景が、うんうん、結構ね、うん、はっきりしてるわけだから。よかった、俺なんか出演できないからいらない。びっくりした。うん、やっぱさっきもヤムちゃんでしたけど、うん、そのうちらのそのもしケンジだったらどうやって明け子の町に来たのか、うん、で俺はその工藤としてどうやって明け子の町を守ってたのかさ、もっとそういうところとかさ、うん、せっかくなんつうのこの1年間ね、うん、こんなにみんな雰囲気のいい現場でやってて、だったら映画ももちろんすごいいいものができるだろうし、多分白組さんもね、そうだよね、時間をかけてすごい。これだけは言いたいか、なんかあるのかな、なんか知らないと思うな。よっぽど嫌なことあったのかね、その髪の色が変わるってこれ。そうそうそう、何かがこう変わって、うんうん、要するに前はあれだけ屈折してた白波が、うんうん、
ね、あけぼの町であって、なって、うん、その後そうだよね、もう多分住民票とかも移したんだよね、うん、そうそう、移して、うん、黒髪になって働いてるのかもしれないね、普通に。そう、どこで働いてるかもね。いや、多分公務員じゃねえかな。公務員、公なんかいろいろやってるような気がする。会計士とか。会計士じゃないでしょ。で、なんか こいつがうるさいんだよね。あ、いないんだ、そうだ、いないんだよ、いないんだよ。いないよ。できんのかな、俺一人で。そうそうそう、できないんじゃないかな。うちらはだって普通にさ社会生活送ってるもんね。そうそうそう、刑事だからね。そう、国家公務員だからね。ああ、そう。でもそれは見たいな、その一人ぼ一人じゃないけどさ、うん、こいつがいなくなった、そうそうそう、白波さんの一日っていうのはぜひ見たい。すごい見たい。どうなんだろうね。いや、それはもう料理とかも自分ですよ、こうやって、はい、相変わらずあれなのかな、テント生活か。いや、借りたんじゃないか、アパート借りるよね。アパートとかないのかな、あの平屋かな、やっぱ、あけぼの城だよね。平屋のあれだよね。でも確かにね、その白波は家出てくるじゃん。あ、家出てくるね、テント、うん、そうそうそう、俺たちの家出てこないんだよね。もうずっと警察署に泊まってんじゃん。寮なのかな。あ、いやでも財閥でしょ。まあ、俺は多分豪邸だと思う。そうだよね。そうそうそう。召使いとかがおはようございますけどね。うん、そっか、そうか。そうだよ。え、ケンジ何？野宿？いやでもケンジはさ、大体想像つくよね。カップラーメンばっかりする、ね。そういう独身だよね。そうそうそう。どうなの？うん。すげえ汚そうだね。汚そうだね。これからもずっと皆さんの心の中にあり続けてほしいなと思います。で、あのカラオケとか行ってそのずっとあの歌歌ったりとか、何年後もずっと有限度話題で盛り上がってくれたらすごく嬉しいです。ありがとうございました。そうですね、1年間本当ありがとうございました。僕も龍剣道やっていろんな思いして、なんかいろいろ得たものがたくさんありました。で、まあ1年間この龍剣道を見てくれて、皆さんも何でもいいんですけど、ちょっとの些細な、まあ、ちょっとの些細も一緒なんですけど、ことでも何かこう受け取ってくれたら、何かこう動かされたのか、何かこう共感できたのか、いろいろあったら僕はもうそれだけですごい幸せです。本当ありがとうございました。やっぱり楽しかったですね、それが一番だと思います。うん、やっぱりあと一番みんなにすごい一生懸命だったっていうのがすごく良、うん、かったですし、それがそのまんま作品で出たのが一番良かったと思います。なんで多分ね、こういう熱い作品はまたやりたいですし、また見たいと思うので、またどこかで会いたい。